さん、こんにちは。こんにちは。ゼーハーしてる。ゼーハーしてるよ。あれ、またダメなのかな、ボイメちゃん。なんで？ちょっとさ、よく間に合ったな。走ってきました。走ってきない。1分前到着。はい、こんにちは。こんにちは。柱さん、こんにちは。声等は大丈夫ですかね。大丈夫でしょうか。声、画像等は大丈夫でしょうか。お、あ、確かに、まあ、確かに、ね、ちょっと今日パソコンこっちなの。こんにちは。もういっぱい来てくる。ありがとうございます。今日ですね、すいません、木曜日なんですが、ちょっと明日ですね、はい、私たちちょっと会議が入ってしまいまして。そうなんです。あの、新企画会議っていうのを毎月やってるんですが、はい、ちょっとそっちが入ってしまったので、今日、まあ、ちょっと前振り返ということ で、ね、今日放送してます。お、映像音声 OK、 ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。いっぱい来てくれた、嬉しい、ありがとうございます。でね、今日は、え、一緒でいいんですか。ご飯一緒で大丈夫です。いっぱい種類あります。何ですか。釜飯。あ、大丈夫です、大丈夫です、一緒で。五目とか鮭とか一緒で大丈夫です。じゃあ、タコでお願いします。お願いしますはい、ということで、はい、お、はい、黒子タクシー運行、ありがとうございます。ありがとうございます。よくご存知でいていただいて、ありがとうございます。そうなんです、新企画、新サービス、はい、毎月新企画会議をやってまして、はい、その今月ですね、2つ、出ました。1つが、ツアーですね。カメラ坂ドライバーと行くツアーっていうツアーと、はい、あと今回の黒子のタクシーです、はい、というものがあります。ちょっと今 URL 貼ります、ね、はい。カメラバカドライバーと行くツアーは、その、まあ、ツアーですね、通年企画でやってます。そうです。あの、カメラが趣味の、そう、元カメラマンさんとかっていうドライバーさんもいれば、そうそう、こっちの今のボリューム8の方がカメラツアーで、そう、元カメラマンだったりすごいカメラに詳しい乗務社員さんがドライバー兼、カメラの先生をやりながらいろんなスポットに回っていく。そうですね、ですね。一眼レフとか使いこなせないっていう方とか、難しいですからね。そうですね。カメラにご興味がある方とか参加していただければと思います。で、次貼ったボリューム9が、さっきコメントでいただいた黒子のタクシーというこれも、まあ、一応通年なんですよね。まあ、簡単に言えばドライバーさんがよく歌舞伎とかで見る黒子の格好をして一切会話も何もしませんっていうものです。テーマはまるで過去仮自動運転っていうのが、手動式自動運転しようっていうことです。はい、話さないで、そのジェスチャーだったりこう紙に書いて会話したりだとか、怖い怖いかなそうですね、だったりとか、そういうあまり話したくないって人を向けだったりとか、あと黒子を見てみたりとか、あの、観光客の方だったりとか、そういう方に楽しんでいただければと思っております。ちょっと今ね、ちーちゃん、息切れをしておりますが私は走ってきまして、東海本部から走ってきまして電車乗って走ってきまして、もう1分前20秒前ぐらい20秒前ぐらいに滑り込んできましたもう過去大丈夫です。はい、新宿の事務所でまた前回と一緒でやってるんですがそう、まーちゃんにもう、あの、事務所のインターホンがあるんですけど、それを押さないでそのまま突破しますのでよろしくお願いしますと連絡をして、ね、もういいんですけど、めっちゃダッシュで来ました、うん、今日は間に合いましたはい、お、同業者の方見ていただいてありがとうございます。ちなみに言うと、まあ、2月は2つ、あとバレンタインタクシーで3つ企画を発表させていただいたんですが、うんうん、まあ、来月からもね、
毎月どんどこ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 最低でも毎月1個は発表されますのでね、ちょっとホームページとチェックして楽しみにしていただければと思います。はい、一番、まあ、直近で一番私が楽しみにしているのはエイプリルフールですねですね、エイプリルフール出しますので、うん、ツイッターとかでもいろいろエゴサーチしているとなんだこれはと思ったらやっぱり三和交通だったみたいなつぶやきをしてくれてる人も結構いて私も見たエイプリルフールにはまだ早いよみたいなことをつぶやいてくれてる人もいたんですけど、そういう企画ものもあればその地域性に特化したものもいろいろ考えてますもんね。頑張って作成中頑張って考えてますねちなみに今日今回の黒子のタクシーのモデルさんはちいちゃんですからねいやーもう髪切る前だったんで、うん、もう誰だか分かんないので OK です。ツイッターでめっちゃちいちゃんの写真が流れてるから、うん、なんかツイッターでなんかこう注目のなんかあるじゃないですか、 あ、はいはいはい、あそこに黒子のタクシー出てて、うん、なんか画像がうわやめてくれってちょっと嬉しいんですけどね思いました。すごい嬉しいんですけど、うん、っていう感じですね。はい、いろいろリリースして、まあ、いろんなメディアにも取り上げていただいてるんですが、はい、もうちょっとねバズってほしいかなっていうのが本音なので、うん、私たち的には予約制で実際に乗ることもできますので、皆さんご興味があったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はですね、ここにトラボルタ先輩が持ってると思うんですが、トラちゃん、そう、視線誘導はちょっとしないですね、はい、黒子の黒子くんですね。いけない。今日はですね、私たち初めての手芸放送これね、バレンタイン放送再びの放送事故にならないか私はすごく心配してるんです。一応タイトルがあれですから、羊毛フェルトでプロ並みのマスコットを作るか。いや無理でしょ。沢さん、ツイッターの弊社のツイッターの沢さんはいるじゃないですか。で沢さんはこう、沢ちゃんがこのトラちゃんの帽子を作ってくれたりとか、こういうフェルトを使ってなんか人形を作ってくれたとかすごい上手なんですよ。うまいんですよね。で今日やるんですって言って頑張ってねってちょっとね、サマさん用に3つ買ってきたんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、次の機会にちょっとやっていただけたら2人の女子力がなるぜ。本当ですよ、そうですまだね、その通りです。女子だから大丈夫でしょう。その通りです。はい、ということで私が独断と偏見で選んできたもの、まず1つ目、ゾウさん、羽が生えてるゾウさん。あ、見えないか。人の見えない。はい、このゾウさん、羽が生えてるゾウレベル3の恥ずかしさが急に来てますと、2つ目、トラ。トラ、このしましま模様がね、ちょっと難しそうです。難しそう。これレベル2です。これがレベル2なんです。で最後がこれもね、できないの絶対絶対無理だよなんですけど、なんかアリスの格好をしてるウサギ、これもレベル3です。これとこれが一緒、ね、難しいよ。で各ですね、所要時間みたいのが書いてありまして、うんうん、ゾウとウサギが 3.5 時間からで、いけるトラだけ3時間になってます、うん、ただ今日で全部終わらせないですよね。そうですよね。できるところまでやって、うん、ちょこちょこ、はい、ちょこちょこ放送で続けていこうかなと思っています。そうですね、はい、の感じです。昼飯に5時間かける女子、そうです。まあそうですけど、まあ、そうですね、蘇るあの記憶です。本当に放送事故ですよね、はい、あれ放送事故でしたね全部キャプチャー撮りましたから、もうYouTube に上がってるんで、すでにどんどん上げてきますね悲惨みたいな、大変でしたね、本当に笑いました、最後の方の私たちのなんか真顔がね、うん、ちょっと目立ってしまって申し訳ないんですけど、お、頑張れ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、今日先週金曜日やりますみたいなこと言っちゃったんでね、そう、今日やるっていうの告知ができなかったので、ちょっと人数が多分いつもよりは人手が薄いかもしれないんですが、やっていきたいと思います、はい、ね、私初めてです、こういう初めてです。なんか家庭、授業の家庭科以外でこういうのを、そうですね、私も初めてです。あ、はい、どれがいいですか。あ、じゃあ目つぶるパターンですか。あ、じゃあ
そうですね。え、ちょっと待って、アリスのウサギはできないよ。いや、でもまあ、じゃあちーちゃんに目つぶってもらって、はい、じゃあここに3つ並んでるんで、はい、好きなのをじゃあ取ってください。はい、あ、ちょっと待ってください。なるほどね。じゃあこれ、お、え、やばい、何でした？やばいよ、どうしよう。あ、ウサギ見えるかな。ウサギ、ウサギさん、やばい、どうしよう。できないよ。まあでも頑張ります。かわいい、かわいいから、かわいいから、かわいいから、かわいいしょうがない。ボリュームちゃんどうしたんだこれ。もうさ、これが 3.5 時間なのか。よし、じゃあまーちゃん。はい。いやいや、はい、トラカゾウですよね。そう、トラカゾウ。どうしよう。めっちゃ触ってるよ。触ってわかるから。これ、はい、あとかな。2人してなんか難しそうなので選んで。ゾウが良かった一番。でもゾウもレベル3なんですよね。あ、トラがね、一応2なんだけど、このシモシマが謎なんですよね。じゃあ私はトラで。え、でもゾウって羽が、そう、羽生えてる、超かわいい。まーちゃん痩せた？え、そう見えるだけだと思う。よし、この前のその5時間放送をやってから私クマが治らなくてですね。なんで？疲れが、疲労が取れてないのか。疲労があの放送で取れない。ちょっとクマが目立ってしまっております。はい、ということでちょっと手元、雑な手元カメラがあるんで、それと一緒にお楽しみいただければと思います。まあ、かわいい。これね、これ全部100均なんですよ。しかもすごいのがキーホルダーっていうか、そうになるやつ。キーホルダーとして見つけれるぐらいのカメラで見つければいいんですが、でね、一応キットなんで、大体の、すごい、なんか毛これさ、できんのかな毛。え、これでもさ、これ、え、これどうやってやるの？ニードルもあって、替えのニードルも一応買ってきたので、焦らずやるんだよ。ありがとうございます。こんにちは。お菓子は上手にできました。まあ、できました。 味は美味しかったんです、うん、できました味はね、うん、あ、そう、スポンジとかないんですよ。スポンジの上でやるらしいんですけど、なんかやばい。ちゃんとね、説明書もあるんですけど、写真のように最初に羊毛を分ける。ちょっと私なんかくしゃみ出そうになるんでマスクつけていいですか？なんかやばい、嫌な予感です。なんかね、残っちゃった毛が。はい、ちょっと手元カメラが難しいんだよな。はい、あ、これ何、あ、こうやって、え、これをどうやって分けるの？え、こうサクみたいな。あ、普通に6等分しろってこと？ちょっと待って、開くと、なんか乗ってんじゃん。これね、ちょっとすっごい中心なんだけどさ、大丈夫かな。花粉がそうなんですよ、私一通り空気系、なんていうんですか、鼻系全部あげてる。鼻系6等分するの、これ無理じゃない？こういうの一番苦手なの。私もです。え、しかもこれめっちゃちっちゃくない？なにこれ、どうやって分けてるの？白い、あ、来た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 、OK、 6本に分けて量に合わせて分けるんですよ。なんかまーちゃんのやつ大きいけど、私のなんかすごいちっちゃい気がするんですけど、気のせい？ほんとだ。あ、でも2つ折りになってるのかな。あ、待って、めっちゃ説明しよう、ね、こういうの私ダメなんですよね。量に合わせて分けるんですよ。やっぱちっちゃくしなきゃいけないのかな。すごい工程がだって全部で難しそうだよ。大丈夫？24ありますね。え、でもなんかちぎれない。こういうの多分さって、なんかさ、ちっちゃく なってない？本当だ、2つ折りにしてるの。2つ折りなのか。一つまみ、はい、仕上げ用の一つまみ、
大丈夫かな、できそう、普通にこういうの適当でいいのかな、ダメなのかな、ちょっとまだやったことないから初体験です、ね、で、カツはね、車編茶色3等分、はい、すみません、待ってよ、なんかよくわかんないよ、あ、いいです、いいです、大丈夫です、ちょっと覚えても大丈夫です、はい、無理、はい、お願いします、ぜひさんまさんがいてほしかったね、もうほんと東海本部でやるべきだな、これ、うん、こういう感じなんだ、結構足りる、大丈夫、茶色が、はい、もう分けるところから苦戦してるけど、でクリーム模様、何わかんない、これスポンジとか大丈夫かな、指刺さないようにしてくださいね、はい、分けた延長忘れないし、ね、ほどほどにこれ大丈夫かな、5、6、これ最初のやつめっちゃ分厚くなっちゃった、1、2、3、4、5、6、あれなんか多いな、いいんじゃないですか、1、2、3、4、5、6、なんか多いな、1、2、3、4、5、6で顔、何なんですか、1番、なんか多くしちゃったよいいや、適当にこうつなげればいいね、で、貢献した羊毛をそれぞれ手でほぐす、量じゃなくて大きさ、顔とか足とかの大きさに合わせて分けてね、分かんないちょっとやばいよこれ、絶対に量の具合が超巨大なウサギできんじゃないの、いや、なんか片耳ないとかやめたくないそういう、まあいいや、ちょっと先に進みます、小分けにしたオレンジの羊毛を1、2、3、4、ほぐして何、縦7、横5センチのシート状にするって、うん、ここから無理じゃない、できたできた、分けた、こんにちは、はい、こんにちは、こんにちはっす、フクピーの口癖ですよね、はい、よし、え、ほぐすってなんか普通にほぐせばいいのかな、うん、小分けにこういうこと、白色のこういうこと、羊毛をそれぞれ手でほぐす、ほぐすってなんかこういうこと、こういうことかな、なんかこうなってない、うん、うん、なんかもう四角になってる、え、なんかもうそれぞれ違いすぎてちょっとまーちゃんに相談できない、さんまさん助けてって感じですね、これシート状にするところかな、わかんないわかんないしかも羊毛をほぐすことによって表面が綺麗になりますって、絡まっちゃっていいところ、2と3をそれぞれ手でほぐすって書いてある、これ頭じゃん、しかもやだ、ちゃんとやんないといけない、こんな感じ、こんな感じなのかな、こんな感じ、つながってる系、それは多分束をほぐす的な感じなんですけど、あとこれめっちゃ目かゆくなりそうですこんな感じ、こんな感じかな、違うのかな、なんかわかんない、なんかわかんないこれさ、見てないよ、ネットで見るとすごい簡単みたいな感じで、まあ、でも事故ってる人もいっぱいいましたけどね、やっぱりそれ事故までに到達するかですよね、そうですね、まあ、ほぐしたい、定期的にやっていけたら、うん、これも続きをこれも保管しとかないとですね、綺麗に縦7、横5、なんかもう そのなんかセンチメートル的なやつはもう無視していく、いや無視しちゃダメだと思うこれ、だってもう無理だもんこれ6センチ以上絶対あるもん、あ、これハサミ必要なんじゃん、仕入れてきました、え、ハサミ必要なんですか、用意するもの、あ、でも多分そう、今の工程じゃない、今の工程じゃないのかな、これをコツコツやっていって、ありがとうございます今の工程じゃないの、どうやって縦じゃ、なんで7センチにできるんだ、これちょっとお借りします、縦7、
どうすんのこれ。やばい、10センチあるよ。どうやってまとめるの。10センチあるよ。同じくですちょっと待ってよ。どうやってシート、やっぱハサミなの。どうやってシートにすんのこれ。今あの工程にハサミ出てきてますよ。ハサミとは書いてないんですけど、なんか全部ハサミとは書いてない。最後ら辺にハサミ使うのかな。これのこと。1センチでしょ。ハサミないよ。じゃあ今はそれは気にしなくて多分。でもいいのかな、適当でシート状にしなくていい。でも7センチに、7は無理じゃね。押さえればなるそういうことじゃないね。だって、あ、もうモフモフにしちゃうと、はてな、横棒大丈夫本当はい、これできた。え、三つもするのこれ。あれ、なんか別物になってる。はてな、横五、横六。これ見てる人は楽しいのかしら。コメントなくなっちゃう。辛いやつだ。あ、これ絶対少ないやつだ。こんにちは。今黙々と第一段階でマスコットを作っています。なかなか工程見れないですからね、多分。難しいよ。出来上がる気がしない、これ。この時点で早くプスプスしたいおかしい、難しい。でも多分ちいちゃんよりはねできる気がする。そうなんですよ、私ね、ことごとく全部が不器用なんです。カッコ1、2ってことは 1と2だっけな。うん、そうだよな。シート状にする。2でほぐした羊毛一つを端からくるくる丸めて針で刺し。知ってた。端からくるくると塗られて針で刺し芯をつく。もう分かんない、分かんない。これを横7、横7、縦7、端からくるくると丸めて。こう、こういうこと。僕ね、家庭科、中学校の時とかの家庭科の成績すっごい悪かったんですよ私も良かった記憶がない。だからね、やる気も感じられなかったんでしょうね、先生からしてみたら。すごい悪かったそれは授業態度的な意味。そう、授業態度的なものも多分悪かったんでしょうねはい、なんかこういうことでしょう。こういうことでいいのかな。で、え、なんかでかくね、大丈夫かな。1、2、3、3つつくの。待って、何センチあんだこれ。やばい、11センチもある。なんでこれ顔、頭に3ついるの。ちょっと待って、事故った。一回こうするともう無理じゃん。ほぐせー。え、でももうすごいバサバサやっちゃってます、私。やっぱそうやってほぐすもの。え、違うの。でも違ったら私もここで終わりなんですとりあえずなんかくるくるすればいいんでしょくるくるするんですか。なんかくるくるして。へー、違う、もうそっから。こんにちは。面白さが分かってないです、ね、不安しかない。今大丈夫かな。かわい、できれば可愛く作りたいですもんね。できればね、うん、これ芯を作る。芯に全然塗ってないけど大丈夫。私とちんちゃん作るものが違うんで、一緒にするべきだったかな。第一段、確かに、そういうこと。第一段階からもう工程がちょっと違うんですよねこれどんどん大きくなっちゃう。たまさん助けて、たまさん助けて、たまさん助けて。
先生必要だな、これな。ほんとやばい。芯でかくね、やばいよね。芯のサイズ 1.7、 え、嘘だ、 1.7×2.5、 やばいよ、混乱、混乱してるよ私。待って、混乱、何してる。さあ、どっちがうまくできるか。この段階では確実にまーちゃんですよね。え、待って、でも私ちょっと待って、ただ今ほぐしてるだけだから意味が分からなくなってきた。ほぐした羊毛一つをとりあえずほぐすか。とりあえずなんかまっ、うん、うわ、分かんなくなっちゃった。7センチ、5センチいいのかな、もうこんな感じで。なんか卵スープの素みたいな。え、なんかまーちゃんもう早くもできてない。3段階に行きます。嘘でしょ。根でほぐした羊毛一つを端からくるくると、一緒だ、あ、じゃあ同じだ。くるくるとまとめて針で刺し芯を作る。なんか大丈夫、なんか全然できてないけど。芯のサイズ縦に横に、で無理ですねこれね。難しいですよね。え、じゃあもう針でいいの。あ、丸めながら針でくる、針で刺すのかなってことですよね多分ね。そういうこと。そう、なんか刺してるっぽくないですか、写真。針取る、ニードル。くるくるとまとめて。これ、大丈夫かな、机。針でテクテク刺して固定していくんだっけ。ぽいですね。皆さん、こういうのやっぱやるんですね、女の。なんかでも流行ってましたよね。流行ってんのかな今。なんかスポンジ、なんか下の何かが欲しい。え、でもこれまとまんないよ。これ本当難しいんですよ。これ何？こうほぐした羊毛を。猫の抜け毛をチクチクしてもらう作ったことある。私も作れそう。作れそうな。なんかやけにうまい人いますよね。作るの。これ、これだとポツポツやるだけ。ポツポツやってるんだけど全然ね、まとまる気配がない。まとまるのかなこれ。まとまってんのかな。楽しい、ちょっと。これストレス発散になるって。なる。全然まとまんないよ。まとまんないよ。芯作ってます。すごい。やっぱやってる。やってる人はわかるんだよ。芯まとまんないんだけど、こういうもんなのかな。連打してる。とりあえず連打。これテーブルクロス穴だらけになっちゃわないから。テーブルクロスは、あ、はい、コンビニで、はい、ねえ、まとまんないよ。なにこれ、しっかり巻くんだ。ありがとうございます。結構きつめに、結構細かくプスプスしないといけないのかな。この写真見る限り結構大きめって思ったけど、違うのかしら。やばいやばい、なんかプスプスしすぎたかも。スポンジやっぱ必要ですね。わかんねえなぁ。福井にスポンジ買ってきてもらえた。楽しい。でもこれでもなんかいつか自分で指を刺して普通に刺す。そんなもん、そんなもん。
横 2.5 縦 1.7、 結構これでやったんですよ。まとめるのに結構、え、待って、5センチぐらいあるわ。長い。あ、ちょっとなんか気持ちまとまってないかな。大きさが全然違う。大きさがね、難しい気がします。大きさ関係ない？もしかして関係ある？関係あるですね。あ、なるほどね。とりあえず、とりあえずブスブスして、芯がちゃんとしてないと、ね、できなそうですよね。できなそうだけど、ちょっと適当にやっちゃったよ。いいかな。ちょっと流血だけはしないでしょ。そうですね、流血は。なんかスポンジ的なもの出てくる。できるかな。不安だ。いて。大丈夫です。これね、コメント見ながらプス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 適当に刺してるのね。ちょっと指さします。スポンジ探しをしています。写真だと綺麗なパラになってるんだけどな。でもね、今私が作ってるのは頭なんですって、まあ、顔みたいな。私も頭です。なんでもう丸くすればいいんじゃないかなっていう。そうですね。そうそうそう。で次の工程を見ると、この芯をなんか包んでまたプスプスして頭のサイズになんか整えるらしいんですよ。だからもう いいやっていう甘い考えなんですけど、ちーちゃん多分スポンジあった方がいいと思う。全然違う。全然違う、うん、最後まで刺さってるって気持ちな。すごいスポンジ刺っちゃってるけど、穴だらけのスポンジになっちゃうけど大丈夫ですか？どうせ穴開いてんだからスポンジを。大丈夫なはず。本当だ、なんか硬くなってく。そう、なんかやっぱスポンジ使うのが正解なの。ちょっとこういうの私ガサツすぎて細かいの同じくこいじゃないんですよね。ガンディアってきたの私です。そう、まー、あ、ちゃんがやりましょうって URL を貼り付けて、てかなんか YouTube つべの動画編集しててなんか結構毎日急上昇の動画チェックしてるんですよ、うんうん、どういうやつかみたいな。じゃあなんか急上昇クリエイターみたいのに羊毛フェルトの作ってる人が出てきてて、すっごい可愛いんですよ。超リアルな猫とか犬とかやってて、ポリプありました。そう、何これ可愛いって言って仕事中に福P に URL を送って、ちょっと見てみてください、やりたいってなってちーちゃんに連絡をしました。
うん、私はそのなんか失敗編みたいなやつを見て絶対こうなるんだろうなって思いながら爆笑してました。しかも多分失敗編にあった虎は多分この虎な気がするそうそう、毛が余っちゃったみたいなやつですね。これいつまで進めばいいのかな、わかんない。でも全然まとまんないから、結構まとまった？これまとまった？結構まとまってるじゃないですか。芯の形って球状にしたいんですか？芯の形って球状にしたいんですか？いや、そうですね。最終的には丸なんだけど、ちょっと雲みたいな形になっちゃった。縦に横 2.5 の芯。丸めてだから多分そういうことなんです。なんか全然 2.5 か、もう4センチぐらいあるな。芯は一緒ですよね、多分ね、大きさ私たち 1.7×2.5 です。あ、違う、うん、そうか、トラとウサギじゃなくて違う、全然違うな、もうちょっとちっちゃくする。なんか全然まとまってかないんだけど、4センチぐらいあるぞ半分です。めっちゃ無心でトントンして、なんか境目みたいなできちゃうな。三和さんは本当にこういうのが上手なんですよ。なんか統括本部に三和さんの人形があるんですけど、うん、あの三和さんのキャラクターの、それも三和さんが作ってて、そのお、あれ枕なんですね。また始まったか、あのこのが、その沢さんが着てるお洋服も沢さんが作ってる。そうなんですか、すごい、これ可愛いですね。可愛いです。全然くっつかないんだけどおりゃー、サワさんは NG なんです。 NG というか、まあね、架空というか謎の人物としてしたところがなんか境目ができちゃうから、なんかもうね、くるくる虫でやってるからね大丈夫かな。これ分厚さが出ないのかな、大丈夫かしら、大丈夫かな、こんな感じなんですけど、え、でもいける、分厚さ、でも上からまたあれですもんね、丸いのをやるからくるくるしてないよ、ね、また成績者まあいいや、次の工程に進もう、早い、もうね、失敗したら失敗したんだよね、その時です誰に言ってるんだろう。これをほぐした羊毛の残りを包むように足して、なるべくまんべんなく、頭からくると思う。いやー難しい、まとまんないよ、これ激ムズだ、お腹すいた、めっちゃこれ激ムズだわ。
え、ほぐしが足りなかったのかな。そんなことないよね。すごい無心でしたほんと難しいです。難しい、まとまんない。これなんで100均だから違うかも。難しい。これ頭で食っても別に自分がちょっとストラップがでかくなるだけです。地味ですよ。タコイチ地味かもしれない。よいしょ、こんなもんでいいや、もういいや。でかくてもでかい方が可愛いですよね。そう、頭でっかちの方が、頭でっかちの方が可愛いからいいや。2センチ、縦が2、横が、え、全然、どうしよう。なんか広がる。縦はいいのに。縦に横が、横4センチぐらいあるんだけど。でもどうせくるんじゃうから。そうですよね。でもどんどん悪魔のささやき、どんどんでかくなっていく気がするんだよな。どうせくるんじゃうから大丈夫だよとかって悪魔のささやきをしてみました。まあでも結局そうなるからね。え、これなんか丸の厚さ、芯の厚さとかは関係ないんですよ。だから結局包んじゃうから芯の厚さは関係ないってことですかね。ちょっと顔の形がね、すごい歪だな。まあいいか。大丈夫大丈夫。なんかちょっと地味に楽しい。何年ぶりなの、ハリも。ここら辺がまとまんない。大丈夫です、大丈夫です。これ本当ストレス発散にはなりそう、うん、無心でできるから、うん、まーちゃんはストレス発散は何にしてますか。睡眠です。睡眠、うん、睡眠。で、ちーちゃん何ですか。私も寝ることか、あとカラオケですね。ああ、 その程度だとしますと、ライブに行くことですか。ああ、そうそうそう。睡眠が第一、うん、そうだね、確かに。6時間以上は寝たいですね。寝たいけど、7時間半とか寝たいけど、もう平日は絶対無理ですね。なんだかんだね、夜遅くなっちゃうんですよ、ね、そうそう。こうやってプスプスさすだけで固まるってどういうことだろうって思ってたんですけど、うん、固まるもんなのかな。案外、うん、いつも何時起き。いつも何時起きですか。私はね、割と近いんですよ、統括本部が、うん、私だからね、私は6時半に起きてます。まーちゃんはね、早いんですよ。住んでるところがね、遠いんで。寝てます。6時半だと私多分電車乗ってますね。マジか、うん、私まーちゃんにずっと言いたいことがあってですね、はい、何、怖い。でもね、まーちゃんはこの時間は多分見てないだろうなって思うんですけど、
その朝の、このこういうやつあるじゃないですか、ニュース番組で、これあれ、これね、これのお天気お姉さんがいるんですよ、お天気お姉さんで、それがすごいまーちゃんに似てるんです。それ言われたことある？言われました、この前。でも私見てないの。名前なんだっけな、いつもおはようって感じで見てるんですけど、すごい似てるんです。いいかもです、すいません。その子それ、まあ、この前も言われました。惜しいです、4時半起きです。理想は4時半起きなんです、理想は、理想はね、でもね、なんだかんだ言って5時過ぎちゃったりして、やばいってなって準備するんですけど、今日早いです。5時半、最悪5時半に起きて間に合うか間に合わないかですね。間に合ってないんですけど、すごい似てるんですよ。なんて名前だっけな、アスカちゃんだ、そう、アスカちゃん。その子と、この前、その前の職場っていうか、その MSNS の人からもなんか LINE が来たんですけど、めっちゃ似てます。本当ですか？え、だからちょっと思ってて、だけど横浜とか近くに住もうと思わないのかな、思ってる、いつかでも、まあ、でも、まあ、まあちゃんは基本的に新宿ですよね、それかその営業所なので、ちょっと難しいんだけど、横浜だとね、もうちょっとね、東京寄りに住みたいです、逆に遠いですね、横浜です、東海ちゃん近くなるけど、ちょっとね、駅からも遠いんでね、うちちょっと、本当に、車で20分ぐらいなんですよ、それは遠いわ、それは遠いわ、どうしようか、車で15分ぐらいとかね。そう、やばい、顔めっちゃいびつや。じゃあ今度見てみよう。めっちゃ似てます、本当に、アスカちゃん。これですよね。そう、これ毎日見てるんです、そのお天気お姉さんのお天気のやつ。あ、そうなんですか、かな。見ようにはちょっとね、ごめんなさい、覚えてないんですけど、アスカちゃんってことを覚えてます。アスカちゃんお天気はみたいな感じのやつを毎日こう聞いて見てて、ばあちゃんに似てんなと思いながら、お天気お姉さん似てるんです、ぜひぜひ。もういいかな、もういいかな、半平みたいな。それはどこの部分？これ芯です。芯まだ芯え、でもね、こんなね、きっちり芯を作ってないからね。アマタツは違うかな。あ、そう、やっぱ木島あずかさんって人なのかな。知ってる。ちょっとね、後でググってたりとかね、見てみてください。ちょっと放送見たりとか。似てる。あ、そうなんだ。めっちゃ似てますよ、本当に。お天気お姉さん、なんか今、最近のっていうか、なんか、専属、なんていうんですかね。気象予報士とかじゃなくて、そうそう、モデルさん。資格を取って。あ、資格もあるんだ。資格だと、なんかなんか学校とか通ったりとか。気象予報士じゃなくて、そうそう、なんかその気象予報士のなんかあれを作らないと、お天気お姉さんもどうなんだろうな。なんか前テレビで見たことあるんですよ。でも結構モデルの人やってますね。じゃあ頭いいんだ。よし、OK。で、こんなカッチカチのシーン作ってないけど大丈夫かな。でもね、中空洞ですから、これ中空洞。このシーンがすごいなんか重要になってきたりする。でもなんか真四角な、これ丸にした方がいいのかな。めっちゃ潰れてるけど、私顔が四角い、あれなのかな、シーンがないからこんな潰れてんの。待って、半分みたいな。待ってお餅みたいな、めっちゃ潰れてるから。ちょっとやろう。あのね、プスプスするとめっちゃ潰れるんで、芯重要なんだ、やっぱり。わ、いいよ、次そう、いいでもね、多分こっから丸くならないな。作った芯に2でほぐした2つを包むようにしてまんべんなく。これね、多分まーちゃんはすごい丸いねやつができるけど、私のはね、ちょっと 3D 感はないかもしれない。まあでもね、画面上に使わないといいんで。見てるとやってみたくなるな。
え、楽しいですか？100均で売ってるらしいですよ。ダイソーさんで売ってるんでやってみてください。この羊毛フェルトキット、フェルトキットなんか売ってないかなと思ったんですよ。地元の100均に行ったんですけど、じゃあなんかその羊毛フェルトコーナーみたいなのが結構広くあって、多分だからどこの100均にも売ってると思う。今日だけじゃなくて放送どんどんやってりするので。大月さん、大月さん、おはようございます。ちょっととりあえず延長しておきますね。あ、資格いらなくないって、やっぱそうですよね、いらない気がする。なんかそしたらめっちゃモデルさんみんな資格持ってる。確かに。じゃああるのかな、カンペとか見てやってるのかな、練習してみる。どうなんだろう。お天気キャスターの資格で OK。 あ、そうなの、初めて知りました。え、これってこう片面つけた、つけ、完全につけ終わったら片面やった方がいいのかな。お天気キャスターのオーディションには合格してる。あ、そういうこと。あ、そんな簡単に気象予報士の資格取れないよ。そうですよね、リスナーの皆さん、風邪ひかないようにね。そう、今ただいま新宿は雨かな、みぞれかな。さっきがっつり雪降ってたんですよ、ね。うん、もう雨も降ってるって降ってるけど、傘さらないで走る程度でした。走り。ありがとう、大月さん。ありがとう、大月さん。大月さんも風邪ひかないようにしてください。インフルエンザとかね、いろいろ流行ってるから。体を作るとこまで来たよ。ちょっと待って、なんかすごい穴だらけなんだけど。大丈夫、大丈夫。私もすげえ穴だらけ。これ顔なんですか？すごい、まー、あ、ちゃんすごいなんか立体的。私も立体にしたい。これ顔なんだけど、ちょっとほぐそうかな今。なんか私ほんと丸めながらプスプス定期的にやってるのにさ、ちょっとこうやってやってけばさ、ちょっとぐらいは立体になるね。もうこっからどうなるのかが一切わかんない。いいや、これ空港先から自分の指を刺しまくって。こちらさん、いつも絡んでくれてありがとうございます。おつき、いや、毎回見ていただいて。おつきさんも寒いんで気をつけてくださいね。インフルエンザやら何やらやっちゃってる、うん、よし、体すごいなんか美味しそう。子供が羊毛、小分けにした羊毛を手でほぐして写真のように分ける。え、もう体を足とかなってる。結構これギュッてまとめてプスプスした方がいいのかな。そんなことない。え、もう体ですか？延長した、延長しました、30分。ちょこちょこ抜くりなく、ちょこちょこやります。抜かりなくやっております。最近ちょっとあれなんで、そう、延長忘れて通学とかのちょっと行って行っていただけるとありがたいです、うん、ありがとうございます。たまたまね、たまたま気づいた今日は。卵焼きにしか見えなくなってきちゃうと、お腹好きすぎて。これうさぎの顔のあれなんですけど、ちょっと平べったくてはんぺんみたいになっちゃった。お餅みたい。まあいっか、次。言って言って今すぐ。はい、次。笑っちゃった。はい、血だらけにした。こちら用の終盤には血だらけになってる気がする、このトラ。え、カッコ4って3はどこ行ったの？正確だよね。そうですね、割れてる。これ関係ないのかよ。4を手でほぐし写真のように。すごいこと。なんかさ、なるべくさ多いやつにしよう。これでいいや。すごいことになっちゃったんだけど。写真のように。これそろそろ私いつか飽きそう。ね。今のところ楽しいけど。私はね、飽き性なんですよね、結構。赤く染まったよ。
血まみれ、血まりそう本当に。え、これどうやってこんななんかさ分けられるの？やっぱ手元カメラいらない、もしかして映ってないの？映ってないな。いらないかな。高さを出した方がいいですかね、そのメインカメラの方。え、やっぱこうやってほぐすの？こういう感じ。あ、なるほどね、わかった。なかなか二人の手元を見るとしない。わかったぜよ。ちょっと待って、うまくない？いや、わーちゃんうまいっすよ。わーちゃんうまいですよ。これすごい綺麗な丸なんですけど。とか言ってるとね、最後の方ね、しましま模様で。これは全部台無しになるんだから。これ回し。これからだ。ちょっと多いかな。マイカで全部済まされていく。これね、マイカが口が。超いい感じですね。超いい感じですね。お。これね、きっとまーちゃんは成功するので。いやでも私シマシマが余ってますから。このシマシマが余ってますから。意外とマーちゃん器用やん。そうか。そんなことないんだけどな。これで、ね、ビフォーアフターみたいな。ガサツで言われる。成功例と失敗例みたいな。いい感じの放送になるかと。とか言ってって成功するんだよな。よいしょ。こんなもんかい。はい、体に分けたよ。早い、ちょっと待って。これね、ずんずん進んでんのがもうね、失敗するもとですよね。焦らず頑張ってっていうコメントあったのに。ちょっとってこれ頭ですよね。これって頭です。もうちょっと丸めた方がいいんじゃないですか。だってここに耳つくってことですよね。もう不可能なんですよ、丸めることが。くるくるしながら。私もこうちょっとずつ折りながらやってました。これをまた、そうそう、ちょっとずつ折りながら、ちょっとずつこうやっていきながら丸くした方がいいと思います。こうやって丸く。今日はピザじゃないんです。今日はとか言ってピザの時になかったです。あ、これで、あ、はい、わかんない。今は何なの？ご飯じゃなかった。これでこうやってさす、またそう、なんか適当にプスプスすればいい、はい。ずっと真四角だったよ今。マーちゃんストップが入ってたよ。真四角だったの顔が。難しいね。難しい。どんなになんかやっても四角なくなっちゃうな。ご飯でどんどん食べて、お腹空いたよ。釜飯、今日はね、釜飯なんです。しましまの茶色が混ざってる。どうしよう。いいか。いいな。こう？そう。で、まあ、うん。で、こう若干厚みを出しながら。え、頭どのぐらいですか、大きさ。頭 1.7 から2、違うな。3.2 から3.8。あ、そっか、これ。いやでも大丈夫、4センチぐらいある。じゃあまあ、まーちゃんの助言でなんとかなりそうです。まーちゃんの助言がなければ。ちょっと急がないかな。今日これどこまでいるかですよね。
これさ、ちょっと統括本部でもやりたいな。そう、ちょっと沢さんに助けていただきたい。とりあえずさ、ここまでいきます、うん、体のパーツをくっつける状態で。そうですね。待って、胴体と頭、胴体と頭を今日やります。でもさ、このペースでやったらさ、3.5 時間もかかるかなとか思ってそう思ってるんだけど。顔が命的な。私の顔どういうやつですか。あと服があるから、ちっちゃい。うわー、もうそうだったよ、忘れてた。服があるから。忘れてた。え、無理じゃない。なんかやり始めてからちーちゃんの完成図はね、こんな感じ。無理じゃないこれ。無理じゃない。これやり始めてから思うけど無理じゃない。ちなみに私、この口がね、この口のこのモフモフができない。これね、今日は終わら、今日まず切りのいいとこで終わらせます。予定としてはこのね、これ頭、あ、耳ついてる。え、これ耳は？いいのかな。いいか。この頭とどれだ？頭と胴体がくっついてる状態まで行きたい。耳はいつ大丈夫かな。耳の分取ってないんだけど。耳の段階。最後なの。最後な。最後です。私の場合。そうだよな。耳あるのかな。耳とか目とかは多分最後の方ですね。いいですね、それ。それもいいですね。それでもいい。それでもいい。それでいいんだから、それでもいい。それでいいんだから、ね、みんなまーちゃんの方が欲しいとか言わないでくださいね。いやいやいや、漏れなく私のもつけますから、ね、ちっちゃい子もいますか、ね、呪いの人間を届いたみたいになりそう。まだまだ真っ白ですから今のところ大丈夫。これからちょっと分かんない。穴が開きっぱなしなんだけど、いいの。さっきからなんか怖いっていうコメントが結構来てるな。モロイド人形かな。ね、だんだん暑くなってくると刺してる感が出てきていいですね。確かに。3.2 ここら辺までいいの。これ本当いいね、ストレス発散になりつつ。皆さんやってみてください。最初のね、このねフェルトを割く作業とかね、どうなるかと思ったんですけど、意外とできてくると楽しい。予約の段階であのフェルトやりますとか書くので、100均ダイソーさんに行っていただいて一緒にやりましょう。あ、いいですね。一緒にやりましょうよ。コメントして、みんなでサクサクして、みんなでリスナーさんと共にパソコンの前でサクサクサク一緒にやりましょう。それいい、楽しそう。確かに、まーちゃんはわりそうな気がしますけど。でもね、ちょっとね、どうだろう、飽きちゃいそうなの。出来上がっだから、あのそのネットでよくあるそのリアル猫の顔のやつとかはやってみたいけど、そのなんかちょっとずつ濃い色と薄い色取って色作ってブレンドしてとかいうのは絶対無理。細かい作業はね、そうそう、
細かいやつがないんだな。めっちゃでかい。え、なに？なんかね、すごい入れ物に入って届いたよ。すごい。そう、マックのね、マックのデリバリーはね、統括本部でよく食べてる。ワンマで。あ、ほんとな。え、すごいな。ご飯後で食べます。どうしましょうかね。どっちでも。3時ごろ取りに行くな。あ、ほうほう。ちょっとこれひっくり返してすごい。え、何ついてる。すごい。すごいな。お皿が。もう下までついてる。お弁当って感じじゃない。それ返すやつだからね。してますよ。お水もついてる。お水もついてる。え、まあ、いいえ、それを言いに来たよ。当たってますよ。いい。すごいな。おしんこもついてるよ。すごい。ご飯食べながらやってもいいんですけど、ちょっとやりづらい。世話しないかな。コピーが多分お味噌までもインスタントに入れてる状態でセッティングしてくれたんで、お水もまだまた今度の機会に。はい。もう全部具と味噌を入れてもらう。どうすんの。どうすんのよ。何品ぐらい？なんか、そう思う。ちゃんと沈んでんだけど。え、最高。あ、1個。クピーかな。最高とか言って。最高とか。クピーの食べそうになっちゃった。お昼はね、釜飯屋さんです。タコ。おかま。
なんか意外とすごいちっちゃい。アホ毛みたいなのがすごいんだけど、そのこれは気にしちゃいけない？ちょっと待って、この差。これまおちゃんと私の差。この厚みの差ね。ちょっと下です。大丈夫？だからね、最後まで分かん何があるか分かんないですからね。え、このアホ毛みたいなのどうすればいいの？ホゲ？だからね、シーンをね、ちゃんとやんなかったからよ。もういいか、終わんないからね。それで頭は終了。しかもね、もっともっとぺったんこで、もっとでかいやつでもう終わりってやってたんだけどね、まーちゃんがもうちょっと丸くした方がいいですよっていう気遣いを。ここでね、まさかの第一段階だけどね。またさくのこれも、これが一番嫌だ。そういうの一番苦手。もういいや、これで、うん、できた顔、うん、ちょっと厚み出ましたよね、うん、さっきより。あ、悪い悪い、大丈夫。だって真四角だったよし、次もう分けたんだった。体がちゃんとしてれば、体用をくるくると丸めて管理でしょ、うん、またくるくる丸めるの？これ7センチ無理だよ。あ、これすげえ苦手なんだけど、これが一番難しい。そのまたね、くる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 するんだって。ちょっとやり方を教えていただきたい。まーちゃんの顔みたいな感じの体だねとさ、またこういうぺったんこだと立たなくなっちゃうから、どうだ、ほぐした羊毛、しかもまたこれも私もだ。じゃあ、芯と同じぐらいの大きさってことか。そういうことだと思います、うん、こういう段階で、なんかちょっと片道を四角ぐらい整えて、もう適当、ほら、少しだんだんフィーして、これね、顔はね、もう失敗してもいいんさ、いいんさ、あのね、体をね、成功させないとね、大変なことになるっていうことを危惧してます。結構細かい巻きを最初にフグスしたので、四角くするして、四角くして、そんなもんですか、うん、でこっちから多分丸めた方がいい。ちょっとずつ細くしてます。細くしてます。結局最後にまとめてプスプスしちゃおうかな。こんなこんな、うん、で絡めるように、絡まるようにプスプスして、でもうちはここら辺適当ですよね、本当にね、合ってるか分かんないけど、だいたいまとまってきたら芯をまとめられるように。ここら辺の段階でプスプスします、うん、もうちょっと早くしちゃうね、今年は。ここら辺か、こうやってまーちゃんが苦戦してるときにね、さっさとずんずん進んだ結果だからな。私も頑張ります。虫寝とん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 、超お腹すいた。この芯が終わったら一回食べます。今日ね、3時間ぐらいで終わりたいんだよな、できれば。聞こえました、私のお腹。え、聞こえなかったよ。よかった。ひいちゃんのお腹はもう何回も聞いてるから。あ、やばい、なんかスポンジと一体化してる。
でまたこうくるくるしてお客さん何してるみたいな感じですよね。胴体と頭をくっつける段階までいければとりあえず満足。でもその芯をつくのに一番時間かかりそうですよね。またどんどん進んでるけど大丈夫かな。なんでこんなにまーちゃんがいる、うん、こういうことこういう感じ、うん、適当にとりあえずそうしてもで両端をまたくるくるしようかなと思ってますけど、過ぎて集中できない。昨日健康診断行ってきたんですよ。どうでした？あのね、あの今ってこう身長と体重が一緒に測るじゃないですか。身長測ると思ったら体重も測られてるみたい。あ、場所によるのかな。そんな感じになったんです、うんうん、もうピッてもうそのままで体重測られると思ってなくて身長だと思ってなんかちょっとね力んじゃったんですよね。変わんないでしょ。それを後悔してるんです。変わる力んだら 0.001% ぐらいは大きくなる気がしません？気持ちの問題。それはねすごいね不満不満でですよね。増えないよ。やりそうありそうじゃないですか。こうグッてやったら脱力する方が重くなるのかな。どっちなんでしょうね。いや変わんないですよ。乗ってる自分は、ね、自分だけなんだけど。でも変わりそうなイメージあるじゃないですか。気持ちの問題。気持ちの問題もそうですけど、ちょっとね。クソって思いました。でも私去年かな、一昨年何年か前 の、うん、その会社の健康診断 で私、まあ、埼玉営業所でいつも受けてるんですけど、うん、埼玉営業所はちょっと違うんです。なんか体重計身長分かるやつで分かれてるんですけど、うん、ちゃんと健康出ましたよ。出ました。なんか別でやるんですけど、一番最初が身長なんですよ。そしたらなんか数年よりも2センチぐらい短い身長を言われて、もう一回測ってくださいって言ってもう一回測ってもらいました。埼玉営業所の女性陣はみんなちっちゃいって聞いたことがある。でも私が一番ちっちゃいらしいんですよ。あ、そうなんだ。そういう感じ。もうめっちゃもう、あ、でも深呼吸してめっちゃ息を吐いていけばいいかもしれない。多少は軽くなるのかな。こうね、一応その着てる服はなんかマイナスしてくれてるらしいんですよ。1キロぐらいだからね。そうだから、どれだけ薄着でいくかっていうのにね、問われて統括本部ではね、そういう話で盛り上がってました。どんなに寒くてもその分かる、薄着でいこうみたいな。その日の朝ね、服決めるのに薄くて軽いやつにね、ベルトとか絶対使わないやつ。そうそうそう。でいかにね、前の日からこう
胃の中のものをえ、やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだ。そうそうそう。ジーパンはね、絶対行かない。NG、NG。痛い。大丈夫です。意外とさ、針が太いからさ、またぺっちゃんこなんだけど、大丈夫？私またこれくっつかない。まーちゃん、またぺっちゃんこになっちゃった。そうだから端から今私も端から折って端からまたこれ何センチなんだろう、体の、はい、これもね痛い、にしまくってるさっきから高いの体重本気出すよ、本気ですよ、みんなまだバリウムのない年齢だからね。あー、バリウム混ぜていますよ ね。そうで、身長測り直してもらってで、元通りでした。そんなはずないんで、もう一回測ってもらっていいですかみたいなこと言ってそう、なんかね、身長を測る時のなんか気持ち、心意気と体重を測る時の心意気真逆じゃないですか。でも確かに、なんか体重削る時はなんかできるだけ、そうそうそう、手にこう、自分のなのに、身長の時はもう顎引いてもうピンって感じでやってたんで、同時に測られるとね、ちょっと戸惑うんですよ、うん、ちょっとわかる